フレイル予防、加齢とともに運動機能や認知機能が低下していきます。要介護に至る前の状態をフレイルと言いますが、老いるほどにフレイル予防に目を向けることで快適な日常生活が維持できます。例えば運動で筋力作りにおいて、筋力低下はフレイルの大きな原因の一つですから、適度な運動を継続することで筋力を維持・向上させることができます。具体的にはウォーキング、ストレッチなどの有酸素運動とスクワットや腕立て伏せなどの筋力トレーニングを組み合わせます。また低栄養予防においては、栄養不足もフレイルの原因となりますので、タンパク質やビタミン、ミネラルをバランスよく摂取するようにします。具体的には肉、魚、卵、大豆などのタンパク質を積極的に摂り、野菜や海藻類などのビタミンミネラルも豊富な食事を心がけます。加えて口と歯の健康にも気をつけたいです。食べ物を噛む力が弱くなると栄養不足につながります。歯周病や虫歯を予防し、しっかりと噛めるようにしましょう。要するに、食事の後には歯磨きを行い、定期的に歯科検診を受けるようにしましょう。それと外出や交流などの社会的なつながりを多くし、心身の健康が低下しないように、積極的に外出や交流を心がけましょう。デイサービスに行くのも時間を有効に使えます。趣味やボランティア活動に参加したり、友人や家族と過ごしたりする時間も増やすようにします。次のことも注意すると、フレイルの予防の対策になります。十分な睡眠をとるとか、ストレスをためないとか、適度に日光を浴びるとかです。また、生活習慣を改善することで、フレイルのリスクをさらに減らすことができます。